どこでどうやって暮らすか、これって、あんまり考えないことだと思うんですよね。皆さん生きる場所とか暮らす場所っていうのは大体まあ仕事だったりとか学校だったりとかっていうので自分でこの場所に住もうって選ぶよりはある程度なんか他の要因で選ぶことが多いと思うんですね。それはまあ自然かなと思うんですけれども、こういうことを結構実は考えてる人たちっていうのがいて、それが僕はアートあるいはアーティストだと思うんですね。で、アーティストってなんか皆さん、あんまり直接出会ったことがないかもしれないんですけれども、例えばなんか天才的な能力を持っていて、こんなすごい絵を描いてる人だったりとか、なんかすごい彫刻を作ってる人っていうのを想像する人が多いかもしれないんですけれども、あるいはなんかちょっと変なやつ、変人が自分の思いを形にしているとか自己表現をしている人っていうふうに思ったりすることが多いと思うんですけれども、実はアーティストってすごく今自分たちが生きている時代、今私たちが暮らしている場所がどういう状況のどういうところなのかっていうことをすごく考えている人たちだったりするんですね。で、アートっていうのがなのでもう少し実は社会とつながりがあるものだったりすると思うんですね。で、僕はもともと自分は学生時代建築の設計を勉強してました。でそれなんでそんなものを勉強したかというと、僕自身は街のいろんな風景を見たりすることがすごく好きで、ふらふら散歩をしたりですとか、それで見えてくるものを楽しんでるっていうことをすごくしていました。でそういう時に面白かったのは人の知恵とかちょっとした創造性、主婦の知恵みたいなものがはみ出しているような場所だったりします。例えばちっちゃな溝があるんですけどそこに段差があるとしますよね。そういう段差に、板を1枚かけるだけなんだけれどもそれで急に動きが取りやすくなるですとか、都会のど真ん中って、全くもって、お庭とか持てなかったりするんですけど、自分家の窓の前に、庭の植木をいっぱい乗せて、飾ってしまう、そういう割と人の何でもない創造性って面白いなと思いながら、そういう風景に関われるものって実は建築なんじゃないかなっていうふうに思って建築の設計を学び始めました。でも実際に大学でとかで例えば建築学科に入って僕は東京にいたんですけれども、1990年代後半から2000年代の前半に割と東京で勉強してたんですね。でその時に、東京では都市の再開発、割と大きな再開発っていうのが起こっていて、今東京駅の周辺の丸の内ですとか、あるいは、六本木ヒルズが2000年代前半にできたりして、で例えば六本木っていう街は、その六本木ヒルズができるまでは割と人が住んでいて、今でも人が住んでますけれどもすごくカオティックで歩いていると地形があって面白い場所だったりしたんですね。それが再開発によって、大きなビルが建って人がすごく集まるような場所になり、いろんなことが起こってはいるんですけれども、例えば街の風景が何か均一なものになったりですとか、そこがすごく高級化してしまって、いる人交流で、そこを、動いている人たちの感じが変わってしまったりとか、なんかそういう街が大きく変化することに対して僕自身はちょっとした違和感というのを感じるようになってたんですね。でその時に出会ったのが実はアートだったんですね。でそんなことを考えて学生時代過ごしていると、ニューヨークにソーホーっていうところがあると思うんですけれども、ソーホーって今でいうと高級ブティックとか高いギャラリーみたいなものが並ぶすごくコマーシャルな場所として、家賃も高いとかそういう場所として有名なんですけれども、もともとソーホーってある種治安が悪かったりとかしてそんなに人が寄りつかない場所だった。1960年代ぐらいなんです。その頃、そういうところって例えば家賃が安かったりとかして、当時のアーティストと言われる人たちは
まあ、大きな割と大きな場所で、作品の制作もできたりとかして、家賃も安くて居心地がいい場所、昔からアーティストってやっぱりそんなにお金を持ってない人が多かったんですね。でそういう場所に、アーティストたちが集まってきてアトリエを作ったりとか、あるいは何か自分たちが暮らしていけるように、レストランみたいなものを作って、そこでご飯とかを提供していきながら、まあ、生活をしたりしていたんですね。ですると今度そこにはそうやって何か面白いことをやっている人たちがいると、そこにまあいいな面白いなって思う人が増えてきて、どんどん人が集まってくるんですね。でそうやって、まあ、実はそうやって人がある程度集まっていく状態っていうのは、最初のきっかけを作るところって、実はアーティストっていう人たちが全く注目されていない場所に何か行動を起こすこと、そこに移り住んでみることによって、その場所の価値が上がっていくってことが起こったりします。でそういう時に、まあ、ギャラリーだったりですとか、あのアートセンターと言われるようなものが生まれたりしていくと思うんですね。で僕はそういうコミュニティはすごく面白いなと思うんですけれども、反面、今度そういう場所が注目されすぎるとですね、あのさらに人が集まっていて、例えば不動産に関わる人が集まってくるとか、もっとよりお金を持ってくる人が大きな金を投下することによって、街の風景はまたさらに変わっていって、どんどん例えば家賃が上がっていく、それによって最終的にそこにもともと住んでいた人ですとか、あの最初に面白いなと思って集まってきたアーティストたちはそこの家賃をもう払えなくなってしまって出ていかなきゃならなくなる、まあ、そういうことの繰り返しがいろんなところで起こっているとは思うんですけれども、僕はなんかそういうアーティストとかアートに関わる人たちが、もともと価値のなかったと思われていたところに価値を見出していく行動っていうのはすごく面白いなと思って、ちょうど建築を勉強していた頃に、建築の設計ってこう大きな開発をしていくことなだけじゃないんじゃないのかなというような思いが駆られて、であのアートに注目していきました。でその時に、まあ、あのこの写真なんだろうって思われてた方多いと思われるんですけど、まあ、僕はずっと東京に住むことにあの疑問を感じたというか、ちょっと違うところに住んでみたいなと思って、そういう再開発みたいなものですとか大きな建築を実現することではないようなところに自分の身を置いてみたいなと思いました。でそのきっかけっていうのはなんかアートにあるんじゃないのかなと思って、あの、まあ、山口県に移り住んで、山口県で、僕は公共の文化施設、あの要はアートセンターと言われるところで働き始めるんですね。で、まあ、そんな働き始めている傍ら住んでた家がここなんですね。でこの家っていうのはあの山口市の割と街中にありまして、最寄りの駅から歩いて5分ぐらいでたどり着けるアクセスもすごくいい場所にあります。で、まあ、ここ何をしてたかというと、友達とあのやっぱりそのアートに関わる仕事をしていた友人と一緒にシェアして住んでた家なんですね。で、まあ、その当時ちょうど2006年ぐらいなので10年以上前なんですけれども、まあ、ここもともとは単なる家として、僕らはあの、まあ、住んでいたんですけど、まあ、そうやって一軒家だったりしたので、まあ、いろんな人が集まってくるようになったんですね。例えば僕らの友人はあの日本だったりとか海外だったりとかで、なんかものづくりとかに関わっている人がすごく多くて、でそういう人たちがまあ山口に遊びに来るとやっぱりみんな若くてお金も守ってなかったので、ホテルに泊まるよりは、まあ、なんとなく家に泊まっていくっていうことが多くなって、でそうやって人が泊まりに来るとですね、まあ、誰か来たら宴会やろうとかパーティーやろうとかっていうことになって、いつも、単純に、飲み会みたいなことをやってたんですね。ただそういう時に、まあ、どっか違うところから来た人っていうのが来ると、まあ、そういう人を中心にして、その人が例えば自分の活動を紹介するとか、なんとかこういう作品作ってんだよって話をしたりするっていうことがどんどん起こっていて、そういう場所には、ここはもう本当に街中の、 あの普通に住宅地の中にある温泉街の住宅地の中にある家だったので、まあ、近所の人だったりとか僕らの友人ですとか割とまあ最初は近い人たちが集まる場所だったんですね。で、もともと別にアートなんか関係ないとか別にアートが好きってとかでもない人も、あのこの家が川の前にあったんで、子供が結構川で遊んでそのまま家に入ってくるってことがあったりして、で子連れのお母さんがだんだん家にこうなんかだんだん子供を介して近づいてくるってことが起こっていったんですね。で
そうすると、最初子供が来ない頃はなんとなく、大人たちが集まっていろいろ話をしているところだったんですけど、だんだんそれをまた少しずつ変わっていったりしました。でこういうところで、僕らは何したかというと、例えばこれ川床を1日だけ作るって、そこで飲み会をしようってことをやってたんですけど、これ法律的には、本当はダメなことなんですよね。ダメなことなんだけれども、なんかそういう舞台とちょっとセットすると、みんな全然日常とちょっとだけ違う空間で、なんか違う感覚で話ができたりすることがあると思うんですね。ただで僕らは結局この時は近隣の人に1日だけこういう舞台作ろうと思うので、一緒に飲んだり食べたりして楽しみましょうということを言って、周りの人を招いたら、もちろん周りから苦情が来ることもなく、台風とかが来たら危ないんですけども、そうではない限り、意外とこういうところってルールに縛られなければ、楽しめる方法っていっぱいあると思うんですね。こんな感じで、自分たちの家を少しだけはみ出していく、例えば前の川にはみ出していくとか、ここが縁側だったんですね。縁側がある家だったので、この感じで見てもらうと分かるんですけど、なんとなく僕らはこれを拡張した縁側みたいな言い方をしていて、子どもたちも結構縁側から入ってくるし、縁側ってなんとなく人が出会う場所だったりするので、そんなところで、別に特にアートをやろうとかっていうわけじゃなくて、なんか面白いやつ来たから一緒に話をしようみたいな感じでコミュニケーションを取る場所でした。でここはもともと個人の家なんですけれども、とはいえ常に人が集まる場所だったので、公共施設ではないけれども、半分公共、半公共空間なんだなっていうことをだんだん僕ら意識してくることになるんですね。でそういう半分公共空間で、すごく面白いところが、大きな公共施設ではできないような、すごく時間がかかるようなことを明日やろうということを、でもだけど個人の場所ではない、単純に個人の住んでる家だけではなくて、そこが少し開かれているので、もっと違う形でちょっとだけ大きなことができる。でそれはなんか新しい形の、コミュニティの在り方ですとか、人の住まい方、集まり方にの可能性があるんじゃないかなというふうに思っていました。でこんなことをしているとですね、こんな感じで割と人が集まって一緒に映画を見たりとか、作品、これ前にスクリーンがあるんですけど、スクリーンで人の作品を見たりとか、そんなことをやってたりしました。で縁側でバーベキューしながら食べたり飲んだり、で結構ご飯ってすごい重要で、僕らも双方でアーティストたちが言われたように、美味しいご飯を出してるってすごい重要なんだなと思って、結局うんちくよりはなんかこう、おいしいものを食べる場で、そういう場所をシェアするってすごく重要 で常にご飯作って、それでちょっとした収益を上げるってこともやってたりしました。で、こんな活動を続けていくと、ある日僕らの友人のアーティストの一人が看板を作っていったんですね。でここ前町という場所にある家で、なんか前町アートセンターっていう看板をある日友人が作って玄関にかけていって、だんだんこの場所が前町アートセンターの頭文字を取ってマックと呼ばれるようになって、で本当に近隣とか友人が集まる場所だったので、たまにここを訪れてくる人が現れだしたんですね。つまりなんか公共のそういうアートセンターができたらしいみたいな感じで、単なる家なんだけれども人がやってくるような状況ができていきました。でそうやってなんか名付けることで、その場所の性質が少しずつ変わっていったりとかして、僕らもここってなんかアートセンターなのかもなと思って、今度自分たちでいろんな助成金を取ったりですとか、少しお金を獲得してあるプロジェクト、展覧会みたいなものを立ち上げたりもしていきました。でそうしていくとだんだんここが違う公共性を獲得していくってことが起こって、で同時に近隣の子どもがいっぱいいたので、子どもに向けた学校ではできないことを、僕らも遊びの一環としてやろうということで、夏休みとか子供も暇で、僕らも土日休みの仕事じゃなかったので、結構平日でもこう空いてる時間があって、そういう時に、なんか子供たちとちょっと電動ドリル使ってみたりとか、そういうワークショップをしたりもしてました。で、こんな感じのことって公共施設でなかなかやりづらいんですけれども、それを違う、フィルターで、ある反公共だからこそできるという形で、こんなことをやったりしていました。で僕自身はずっと、いろんな規模のアートフェスティバルですとか、
と、まあ、こういう展覧会みたいなのに関わっているんですけれども、根底にやっぱりその都市、人が生きる場所っていうのをこうどうやって自分でこう想像しているのか、いけるのか、あるいはどうやって発見していけるのかっていうことをすごくアーティストたち、あと物事を、物を作ってる人たちから学んで、まあ、それを何か還元していける方法はないかなっていうふうにこういう活動をしたりしています。まあ、それでもう一度皆さんにこう問いかけたいなって思うことっていうのが、まあ、アートとかそういう創造っていうのは何か新しい価値を発見したりですとか、同時に、まあ、既存の価値観を疑うっていう側面もあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。例えばこの TED ってすごくよくできたフォーマットだと思うんですね。でみんなが、なんかいい話っぽい話をして、お客さんがみんななんか一気に感動するかもしれない。でみんなが感動するってもしかしたら危険なことなのかもしれないとか、例えばファシズムってそういうみんなが感動するところからできたかもしれないというようなことをなんか疑ってみることで、社会の中でのこういうアートだったりとかの役割だと思うんですね。でそれは何か人の創造性を刺激して人に独自のコミュニティを作っていける力を与えてくれるものかなと思います。で僕がもう一個持っているのがですね、まあ、これから、もう2011年以降日本の人口って、少子化に向かっていて、まあ、これから少子高齢化と言われる社会になっていくと思うんですね。でそういう時に、まあ、今みたいに9時から例えば5時で永年雇用で働ける人の数って減っていっちゃうと思うんですね。で、まあ、そういう減っていった時に、でもそれぞれが持っているちょっとした創造性って誰でも持っていると思うので、そういう創造性を生かして、まあ、自分自身自分なりのユニークな生き方ということをできていく人が少しずつ増えていくと、社会って豊かで多様なものになっていくのかなというふうに思って、まあ、僕は少しはみ出した場所でこういうはみ出した活動というのをしています。まあ、もう一回戻るんですけれども、こんな活動って何してるのかなと思ったら、みんなでやっぱりこういうことを、まあ、それぞれに考えていけたらいいなというふうに思います。まあ、どこでどういうふうに生きていくのか、あるいは暮らしていくのかということを、まあ、それぞれがそれぞれの形で問えていける社会が築かれていくといいなと思いながら、この問いで締めたいと思います。ありがとうございます。